今日はわしがごっつ美しい関西弁講座やったるわ。みんなわしの後に続いてや。おな行くで。おいこら、何さらしてケツかるねん。おいこら、何さらしてケツかるねん。お前いつまで寝てケツかるんじゃ。お前いつまで寝てケツかるんじゃ。ちょっとちょっと、これって美しい関西弁なの？この言葉のチョイスはやや乱暴な気もするね。そうかな。このケツカルっていう言葉の響きめっちゃ気に入ってんねん。とある演劇のタイトルに入ってケツカルねんけどな。何それ？僕はわかるよ。劇団ヨーロッパ企画の来てケツカルべき新世界でしょ。そうそう、それそれ。めっちゃええタイトルやと思わへん？ケツカルってどういう意味なの？来てしまいやがった新世界中間時かな。この演劇9月にリュートピアでケツカルねんけど、めっちゃ楽しみでケツカルねん。実は僕も楽しみなんだ。来てケツカルべき新世界は演劇界の芥川賞と言われる岸田國士戯曲賞を受賞している名作さ。知らんけどすごいじゃない。へへへ、ケツカルやろ。ある人はこの演劇を見てブレードランナーミーツ吉本新喜劇と言っているよ。大阪の下町新世界が舞台なんだけど、商用ドローンと野良ドローンが飛び交い、警備ロボットが街を練り歩き、 AI が将棋を指し、人は精神をクラウドにアップロードして保存できるぶっ飛びサイバーな世界観さ。最高でケツカルな。おっさんたちが最新ガジェットに戸惑っているのを尻目に、社会のハイテク化は進んでいき、その結果予想外の悲劇が生まれていく。近くを今おっさん言うたで。ハイテクノロジー VS おっさんの物語。おっさんには興味津々だね。そんな芝居を新喜劇な感じでやってケツカルんやからたまらんよね。めっちゃ笑える緻密な演劇、新潟の人も来てや。